グースリ演奏家たち、翼型グースリ、カブト型グースリ、鍵盤グースリグースリは、ロシアに伝わる、弦楽器。中世ロシアにおいては、ロシア正教会が、気楽演奏を禁じていたが、グースリは、その唯一の例外であった。中世ロシアで活動したスコモロフが多用し、交渉女子シブイリーナを語る際にも、グースリを膝に置いてつまびいていたと考えられている。ブイリーナの中では、 キエフの勇士ドブルイニャ・ニキー・ティチやノブゴロドの商人、サドコの物語に、グースリがスコモローフのトレードマークとして登場する。使用された時代と共鳴器の形によって、翼型、カブト型、箱型の3つに分けられる。最も歴史の古い型で、13世紀の現物が、ノブゴロドで発見されている。ズボオンチャトイエと呼ばれ、貼られる、ガットゲンの数は5から14本。 全音階で調律される。指先で弾いて演奏する。19世紀末に改良され、半音階化や音域に応じた大きさの異なるタイプが作られるようになった。ヨーロッパ・ロシア北西部の民衆の間では、現在でも古い形の楽器が存在している。14から15世紀に翼型の改良版として登場した。弦の数は11から30本に増えている。 指先で弾いて演奏する。オーストリアやスイスなどで使用されるツターに似た形である。丸みがかった台形をしているものは、プサルテリウムと呼ばれた。このタイプは、ボルガ川流域のマリジン、チュバシ人などに広まった。17世紀初めに都市部で使用されたもので、鍵盤のないクラビコードと同等である。弦は55から66本。発言具すりとも呼ばれ、皮を固めた。 技巧あるいは指先で演奏する。1914年には箱型グースリに1オクターブの鍵盤をつけた鍵盤グースリが NP ホミーインによって開発された。単音や和音を鍵盤で押し、該当するオクターブ部分の弦を弾いて音を出す。アルペジオの演奏に効果的である。発言グースリ及び鍵盤グースリはロシア民族楽器オーケストラで用いられる。 ありがとうございます。